外。アウダのポストアップでベクトンにつなぎました。これがバスケットカウント。アウダ選手素晴らしいアシストでしたね、はい、ベクトン選手もいい合わせ方でしたね、はい、このあたりです。これよく感じてきましたね、はい、このあたりもカットした。いやいいディフェンスですね。横浜に変わる。そして見事なアシストつながりました。いや出ましたね持ち味が。さあ持ち味を発揮した河村。4点差の攻防、ミスマッチで中に入った。ただブロックショット止めた。ベクトン選手、ベクトンが止めた。ファンの皆さんも楽しみにしている部分はあると思いますから、その辺りの躍動をどこまで続けていくのかと。さあいう状況となりますが、ここで試合終了です。